AKB48 のあるさこれバズ最近聞いてけたな。こんばんは、 AKB48 浅井菜奈美です。山根すずはです。さあ始まりました、 AKB48 の秋田これバズ最近聞いてけたが、この番組はテレビ東京レギュラー番組 AKB48 最近聞いたと FM 秋田のコラボレーションから生まれた、 AKB48 としては初の秋田ローカルの FM レギュラー番組です。イエイ。番組では秋田文化のこれは絶対バズるものや、これからバズりそうな新しい秋田名物などをあれこれ取り上げ紹介し、秋田の魅力を紹介していきます。はい。また AKB48 の楽曲の歌詞を深掘りするコーナー、これバズリリック、今日は番組後半で片思いの対角線の歌詞を深掘りしていきますので、お楽しみに。はい、そして先週に引き続き、はい、ずんちゃんがゲストです。こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます、呼んでいただいて。せっかくなのでね、はい、まあ近況などはい何かあったりしますか。最近どうですか。最近は、うん、あのコンタクトをワンデーから1ヶ月に変えました。だって一緒。え、嘘でしょ。私は2ウィークを1ヶ月に変えた、うん、びっくり。そう、コスパいいしね。え、そう、1ヶ月の方がね。そう、コスパ、ワンデーだったらよりそれ思うよね。そうなんですよ、コスパのいい女になりました。ということで今週もすずはと一緒にお話ししていきたいと思います、うん、それでは7時30分までお楽しみください。この番組は渋谷グループ、信頼の実績と安心の技術、花の山と広面本店、大長川の提供でお送りします。日本海の絶景を望む天然温泉、古の旅人も眺めたその風景は歌にも変えられない感動を呼び起こします。日本海へ歩く、鳥海山を眺める、木坂田を楽しむ、にかほ市木坂田夕日の宿サンネム温泉。花の山とは皆様に愛されておかげさまで創業70年を迎えます。信頼の実績と安心の技術、知識と技術を兼ね備えたお花の専門店です。お客様に花のある暮らしをご提案します。花の山と広面本店駅前店。これバズ最初のコーナーはこちら、これバズ秋田ワード。イエーイ。ラジコを使って聞いてくださっている全国のリスナーの皆さん、そしてもちろん私たちも知らない秋田弁、例えば語尾に子がつくタイプ、雪っ子などや、濁点がつくタイプ、自転車が自転車、や寒さで口を開くのが大変なため極限まで短縮されたタイプ、いえいえどういたしましてが、なも、え、二文字などなど、いろいろなタイプがあります。このコーナーでは日常でも使い勝手のいい秋田弁を紹介し、いずれは秋田の言葉がバズって全国区にという野望を持ちつつお送りします。今日の秋田ワードはゲッパ。え、ゲッパ？ゲッパ、もうデッパにしかゲッパ。もうさっき聞き間違いが。さっき空耳っぽいね。そう。先週もそうだったけど。なんやるなこれ。それでさーみたいな。あー、ゲッパ。ゲッパさー。ゲッパコンタクト1ヶ月に変えた。この前とかでなんかもうなんかさ、何でもいけそうな気になっちゃう。ほんまにそれ。結構秋田弁さ、ね、わかんないからさ。うんうんうん。まあ、じゃあ全然わかんないので、うん、今からヒントとして先ほどの秋田ワードが含まれた AKB48 のある楽曲の歌詞を秋田弁で読み上げてもらいます、うん、もう答えを言ってるようなものなので簡単にわかるはずです、はい、先週に引き続きひとまずタイトル曲名は聞かず、お、歌詞だけ聞いていきたいと思います。いけるかな。はい、それでは聞いてみましょう。周りの友は一人また一人、夢に続く階段登っていったよ。
たとえ月波でも焦ることはないさ。どこかで風が吹いたら追いつき追い越せる。なんか聞いたことある。うん。たとえ月波でも焦ることはないさ。もうたとえ出っ歯でもいいしかわからない。焦ることないって。全然わからない。たとえ一人でも焦ることはないさ。ありそう。なんかだってその今の歌詞の朗読だけ聞いたら、まあ、周りの人たちみんないなくなっちゃったってことじゃん。確かに。曲名聞いちゃう？聞きたい。今回はちょっと当てたくない自分たちで、ね、そうだね、うん、お願いします。お願いします。懇願。曲名はチャンスの順番です。チャンスの順番？絶対2番の夢だ。絶対そう。周りの友は一人また一人。うわ、なんだここ。え、わかったかも。お、なに？ビリビリ。うん。たとえビリでも焦ることなのさ。信じちゃう？うん。スズハを信じて。じゃあ、うん、ビリで出してみよう。はい。今日の秋田ワードの意味はビリだと思います。おお、すごい。スズハやった。じゃあ正解とね、使用例を聞いてみたいと思います。はい。正解はビリという意味でした。うん、すごい。ではこのように使ってみましょう。持久走やんたーん。だってどうせ月波だし。持久走嫌だな。だってどうせビリだし。なるほど。なるほどね。ビリを月波って言うんや。月波。月波使おう。私月波しか取ったことないわっていうことでしょ。でもなんかビリって言われるとさ、うん、ちょっとなんかシュンってするけど、うん、ゲッパって言われたら確かにちょっとポジティブに聞こえるね、うん、え、ゲッパ？ゲッパ？ってなる。うん、なんかあんま落ち込まない。うんうんうん。ゲッパプラスになるね、これは。ゲッパだよっていう方がなんかメルヘン、うん、うん。というわけで今週の秋田ワードはゲッパでした。それでは秋田ワードが入っている AKB48 の楽曲を聴いてみましょう。チャンスの順番。
48の秋田これバズ最近聞いてきた。なんかわかんない。あれ？続いてのコーナーはこちらです。これバズ秋田フード。イエーイ。秋田の名物や県民食などまだ全国的に知られていないバズりそうな秋田フードを紹介するコーナーです。今日の秋田フードはこちら、秋田味噌比内地鶏おこわ。もう匂いがすごいのよ。すでに匂いがすごい。早く食べたい、うん、じゃあ説明します。秋田の誇る比内地鶏はご存知ですか？日本三大地鶏として有名な秋田の超愛されバードです。秋田味噌さんはそんな比内地鶏をどう調理したら一番美味しくいただけるか日々研究し、きりたんぽ鍋や純菜鍋、うん、ラーメン、稲庭うどん、うん、焼き物、スープなど様々なメニューを提案しています。比内地鶏のプロってことだよね。そう、ここね、うん、今回は比内地鶏おこわなんですけど、うん、一つずつ竹皮で小分けしており、見た目にも可愛らしいおこわは冷凍になっていて、そのまま電子レンジで温めることができ、うん、手軽に美味しい鶏おこわが楽しめます。すごい、うんうん。ごぼうや舞茸を混ぜ込んだもちもちのご飯に甘じょっぱく炊いた食べ応えある比内地鶏肉や銀杏、うん、飾り人参を添えました、うん、電子レンジで温めるだけの手軽さで炊きたてのようなふんわりもっちりとしたおこわが味わえます、うん、ごろっと大きな比内地鶏肉、歯ごたえもあり食べ応えも十分、うんうん、自宅でさっと食べたい時にはもちろん、お弁当に入れてお出かけしたくなる鶏おこわです。うん、よく読めました。頑張ったずんちゃん。緊張した。じゃあ早速いただきますか。はい、おいしそう。ビジュアルがいいね。いいね。包まれてるね。包まれてる。熱いかな。ちょっと待って、おいしそう。危ない。パッカー。わ、待って、お肉でかね。すごい、お肉が。人参もかわいいね。お花の形してるね。いただきます。うん、どう？これ冷凍だとは思えない。なんか本当に炊きたてのおこわって感じだし、うん、めっちゃゴロッと入ってる。美味しい。いただきます。もちもち。どう？美味しい。今マイク拾ってたかなっていうレベルの鶏肉もしっかり味ある。美味しい。人参、うん、も食べよう、うん、お花形やから、うん、これ冷凍なん？うん、お肉めっちゃ柔らかいし美味しい。なんかこの鶏単体でも売っていいくらい味しっかりついてる。そう、うん、ちなみに秋田味噌さんのご厚意で、うん、日本有数のラーメン激戦区と言われる山形県において、うん、連日行列を作る人気ラーメン店、うん、コンピラソーとのコラボラーメン、うん、コンピラソー×比内地鶏、中華そば、醤油味と、この時期キャンプアウトドアでも嬉しい比内地鶏と玉ねぎポークのコンソメスープ、比内地鶏とカツオの和風スープも入っています、うん、こちらは後で食べてみてください。スープはあるんだよね。そう、ここに。そうなの。まあ、そば、めちゃめちゃビジュアルが高級感あふれる。すごい、だって文字金色やもん。そう、白い箱にね。おいしそう。これはお家で大切に食べよう。え、ね。じゃあ、あとはね、スープも。はい。超おしゃれじゃない？パッケージが。めっちゃかわいい。キャンプ仕様。だからこんなおしゃれなの？うん。じゃあ、スープはここにあるので飲んでみますか？はい、じゃあ、うん、比内地鶏と玉ねぎポークのコンソメスープを。うん、いただきます。もう匂いがめっちゃ美味しい。コンソメの香りするね、うん、いただきます。うん、味が、出汁がね、そう、しかもコンソメに負けてないっていうか、うん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 、めっちゃ美味しい。出汁から美味しい。比内地鶏の味が出てる。いろんな食べ方したいな、これ。え、ね、お茶漬けしたい私。うどんで食べたい。絶対美味しいやん。気になった方は秋田味噌オンラインショップへ。
はい、検索します。検索してください。はい、というわけで今回のこれバズ秋田フード秋田味噌比内地鶏おかわしいたけ梅丼。これバズ。ここでお知らせです。皆様に愛されおかげさまで花の大和は創業70年を迎えます。広面本店と駅前店には常に季節の切り花や鉢植え、胡蝶蘭などをご準備しております。お祝いや発表会などにお花を手渡しする花束やブーケ、そのまま飾れる器付きアレンジメントなどシーンに合ったスタイルをご希望の予算に応じご提案させていただきます。お気軽にお尋ねください。また今年の新盆初盆にはお供えアレンジメントはいかがでしょうか。贈る方、贈られる方の気持ちを大切に。ご注文専用フリーダイヤルは 0120-418787 0120-よい花花へ。お早めにどうぞ。お電話お待ちしております。秋田これバズ。続いてのコーナーはこちら、これバズリリック。イエーイ。AKB48 の楽曲のリリックを深掘りするこれバズリリックのコーナーです。曲に込められた意味や思いを掘り下げることで楽曲の新たな魅力をお伝えしちゃいます。今日ご紹介する楽曲は片思いの対角線です。おー、はい、リクエストのメールをいただいています。はい、ラジオネームひろっぴさんからいただきました。朝一チーム B でまさに秋葉原で公演しているアイドルの夜明け公演の曲で、ナーミンが歌っているユニットの曲ですが、歌っているナーミンはどんな曲の解釈で今歌っているのか、ぜひ聞かせていただきたいです。すごい、というメールをいただいてます。そっか、やってんのか。まさにやってるんですよ今ちょうど。それはこれ聞いてから見たくなる、ななみちゃんのこと。そうなってほしいなって思うんですけど、はい、あの私はこの楽曲は、なんだろう、三角関係っていうか、まあ、かな、なんだろうな、その2人のカップルがもうすでにいて、そのカップルの男の子のことが好きな女の子、もう3人目の女の子っていう視点の楽曲だと思ってて、その女の子は男の子のことが好きなんだけど、もうその男の子にはもう彼女がいて、しかもその女の子とこの男の子が好きな女の子はもう親友なわけよ。っていう、もうめっちゃ複雑なわけ。だから、まあ、例えばこの女の子同士が特に友達じゃなかったら、もう奪い取ってやるみたいな曲になったと思うんだけど、確かに友達同士だからこそちょっと言えないっていうのが2番の歌詞で、大切な友達を泣かすことできなくて、うわっていうのがあるから、なんかあんまりグイグイいけないわけよ、っていうのをだからそれを運命のせいにしてるの。この自分の声が叶わないのは、神様の残酷な仕打ちねとか、神様いつだって気まぐれとかあるから、まあ、もうあとちょっとタイミングが早かったら、こうこの声私のものだったかもしれないのに、なるほどっていうのとか、あと1番の歌詞で長く伸びたあなたの影が私まで近づくっていうのがあるんだけど、それはもう自分の中、女の子の中でその好きな男の子の存在がどんどん大きくなってる。この思いはもう友達の彼氏だからもう奪いたくないけど、でも好きな思いっていうのはもう止められないわけじゃん、だからもう遠くからもうなんだろうな、想像の世界だけで好きっていう思いを思ってるっていうのが、そういう曲なのかなって思ってて、すっごい複雑。そう、めちゃくちゃこれ複雑な関係性だなって思うし、あと D メロで少しだけ窓を開け風を入れたカーテンが膨らんであなたにささやくっていうのがあるんだけど、
少しだけ窓を開け風を入れたっていうのは、うん、その片思いしてる女の子が、うん、そういう風にしたんじゃないかなって思ってて、うん、カーテンが膨らんであなたに囁くっていうのは、うん、この恋を邪魔できないから、うん、直接的にアピールはできない、なんだろう、話しかけたりとかできないけど、うん、こうそういうカーテンが膨らんでっていうので自分の存在をこうちょっとアピールしたいじゃないかなとか思ったり、すごい切ない曲なのよ。めっちゃ切ない。あ、じゃあ恋が叶わないここの、うん、こう恋人同士のもう一人の子の目線の歌ってことか。そう、複雑。なんかさ、あんまりここまで複雑な曲ってあんまりないじゃん、ない、秋元先生の曲って、うん、恋してる曲が多いから、うん、その、うんうんうん、ただただ一人に周りおらずみたいな、うん、切ないなっていう思いを抱えて歌っております。それを聞いてまた見るのも楽しみ。うん、七海ちゃんに来てほしいなと思います。はい、それでは実際に聞いてみましょう。 AKB48 で片思いの対角線。長く伸びたあなたの影が待って
海の絶景を望む天然温泉。古の旅人も眺めたその風景は歌にも変えられない感動を呼び起こします。日本海へ歩く、鳥海山を眺める、久方を楽しむ、にかほ市久方夕日の宿サンネム温泉。顔も知らない誰かが気持ちを代弁してくれた。わかるな。みんなの本音がこぼれてる。ちょうどいいぬくもり、ラジコ。AKB48 の秋田コレバズ、最近聞いてきたがいかがでしたか。メールを紹介します。はい、ラジオネームりょいなみきてるさんからいただきました。ラーミンの番組が FM 秋田で始まって、秋田在住 AKB ファンの僕としては知ったげ嬉しいです。この番組で秋田のみんなに AKB のことを知ってもらい、ラジコを通じて秋田のことを全国の皆さんに知ってもらえたらと思います、というメッセージをいただきました。すごい。この方はね、きっとかおりちゃんのファンの方でね。うん、かおりちゃん、初回と2回目にかおりちゃんのファン、かおりちゃんがね、うん、ゲストで登場してくれたんですけど、うんうん、秋田の AKB のファンの方、嬉しい嬉しい。秋田行きたいね、うん、ライブとかしに行きたい、うん、ぜひぜひ AKB としてもね、うん、秋田に行く機会があればいいなって思いますね。これだけもうこのラジオを通じて、うん、AKB× 秋田っていう関係性はちょっとずつ作れてるんじゃないかなって思うので、うん、嬉しいね。いつか行けたらいいなって思います。はい、ずんちゃんどうでしたか。なんか美味しいものを食べられて、すごく素敵なラジオやなって思いました。お子はハマってたね。うん、大好き。早くこれ残り食べてしまいたいです。あとはね、秋田弁とかも覚えましたからね、新しく。そう、ゲッパ、うん、ゲッパ、ゲッパ使いやすい。ゲッパちゃん、ゲッパちゃん、知らんき、ゲッパちゃん、ふいにゲッパちゃんってななみちゃんのこと言って、なんかね、素直にビリちゃんって言われたらちょっと悲しいけど、うん、ゲッパちゃんって言われたら、うん、喜んで反応する。嘘、うん、ゲッパちゃんって呼ぶね。うまかった、ありがとう。ゲッパちゃんよろしく。ゲッパちゃん、どうも。はい、面白かったという方はこの後ラジコで1週間聴けますので、ぜひ拡散してください。はい、コレバズリリックで取り上げてほしい楽曲のリクエストや番組への感想、メッセージを募集しています。 FM 秋田ホームページのメッセージフォームか、メールの場合は akb@fm-akita.com、 akb@fm-akita.com まで送ってください。はい、お相手は AKB48 浅井菜々美と山根鈴葉でした。ではまた来週。この番組は渋谷グループ、信頼の実績と安心の技術、花の山と広面本店、大長川の提供でお送りしました。こちらカスタマーセンターです。初めてなんですけど、本当に過去に戻れるんでしょうか。初めてのご利用ですね。ありがとうございます。はい、過去1週間以内でしたらお好きな時間に戻ることが可能ですよ。ああ、噂本当だったんですね。じゃあ大人1名で4日前に行きたいんですけど。かしこまりました。大人1名で4日前をご所望ですね。ちなみに料金の方って。お値段の方ですか。もちろん無料でお楽しみいただけます。あなたのスマホがタイムマシンになります。1週間以内ですと無料です。過去1週間以内のラジオ番組を無料で聞けるラジコです。暮らしに役立つ情報を深掘りするサンデーコレクション、男性アイドルオタクの青木源太とアニメオタクの足立梨花が、新しい働き方や SDGs など話題のトピックを推し活していきます。放送は日曜朝8時30分。ツイッターはハッシュタグサンコレ、リクエストも待ってます。